こんにちは。第13回頑張れ手塚さん、今日も始まります。ということでですね、全国の手塚さんもすごいこう暑い時期になってきてですね、もううっすらともうおでこに汗をかきながらも一生懸命やっていきたいなというふうに思っておりますけれども、今日はですね、ちょっと今までのご報告などをですねできたらいいのかなと思いまして、やっていきたいなと思います。はい。で、今日お伝えしたいのはですね、以前やったかいわれ大根を育てるってやつですね、あれですけれども、見事育ちました。ありがとう手塚さん、ありがとうかいわれ。ということでですね、何回かですね、もう1週間ぐらいでできるので、3回、4回ぐらいですね、成功しました。はい。お話しした通りですね、豆腐の上に乗っけたりだとか、味噌汁に入れたりだとか、あとカレーなんかもね、この間ちょっと乗せてみましたけれども、やっぱなんか嬉しいもんですね。部屋でね、育てたものをこう口に入れるっていう、このすごく楽しい、単純に楽しいなというふうに思いました。ということですね、全国の手塚さんも本当お仕事とかいろいろ大変だと思いますけれども、その中で本当気軽にかいわれ大根なんか作れるのでね、ぜひこう育てていきましょう。はい。ということですね、はい、かいわれ大根ちょっと成功したんで、次、ステップアップとしまして、私が次に挑戦するのは、しそということですね。次ちょっと何作ろうかなと思ったんですけど、僕飽き性なんでね、本当に植物たちには申し訳ないですけど、そんなにこう一生懸命僕手を入れることが多分できないなと思ったので、割とこう言い方あれですけど、ほっといても育つようなものをですねちょっと選んで、シソが割と簡単だということでね、ちょっと虫がつくかどうかっていうところもあるし、そもそもね育つのかっていうのはあるんですけれども、一つずつやっていきたいなと思います。もうそうですね、シソとかも大好きなので、そうですね、天ぷらとかしたら美味しいでしょうね。自分で育てたシソで天ぷらとかできたらいいなと思いますけど、またシソに関してはできたらご報告したいなと思います。はい。ね、みんな育てましょう。いろんなものをね、友情やら愛情やらも含めてね、もうなんだかよく分かんなくなってきたので、コーナーいきます。せーの、手塚さんが最近読んだ本の頃。はい。ということでですね、手塚さん、そんなにね思ったより本がこうあんまり読めてないっていうのはあるんですけど、最近読んだ本でこちら、じゃじゃん、毛深い闇そのション。ということでですね、そのシオン監督、映画監督で、もともと詩人なんですかね、詩でこうブレイクした方らしいんですけれども、やっぱあれですかね、映画でもそうですけど、こう少女を描かせたらやっぱ天下一品ですよね。何なんでしょうかね、あの方、子供もいらっしゃるいらっしゃらないですよね、いらっしゃらないと思いますけど、この高校生とかのその少女の闇というか、少女を描くのがすごく 上手でって、なんか偉そうですけど、なんであんなにこう想像できるのかなっていうのはあって、今回もまた高校生かなの女の子が主人公なんですけれども、すごくこう羨ましいですね、ここまで想像できるっていうのが、すごいなと思います。
回、ちょっと人生1回の人生はあれですけど、やっぱ女の子の気持ちっていうか、女の子にやっぱなってみたいっていうのはやっぱあるんですかね、多少ね。まあどうなんですかね、分かんないですけど、あの先日見たちょっと違うんですけど、中島哲也監督の乾きという映画に関しても、まあ少女を描いた、まあ、作品で、まあちょっとあれも原作読んでないんでよく分かんないんですけども、女の子ってすごいなって、もう、まあもちろんオーバーな部分はあると思うんですけど、でもあれに似たようなそういう多面性だったりとか、なんかこういうのは女の子ってあるなっていうのがある。だからこそこう男は惹かれていく部分もあるのかもしれないですけどね。ということで、まとまりがなくなってきましたけれども、まあ、今回ちょっとしっぽりとした回になりましたけど、また次からですね、思いっきりもうフルスロットルでですね、もうガツガツやっていきたいので、よろしくお願いします。全国の手塚さん、熱くなってきましたけれども、全力で生き抜きましょう。では第14回でお会いしましょう。今日もありがとうございました。